ちょっとね、もういい加減にしてほしいということなんです。お前の話やからよくろみろお前が挫殺じゃないですか。あ、二度とこの人に家計を預けまいと、はいはい、あ、カバンの中入れました。俺怖っ気狂ってんのかお前お前二度と俺の貴重品触んな二度とやぞ。分かりますよね言ってること絶対間違ってないと思うんだけどなあ。もう兄弟弟絶対そんなことせえへんやん。多分これは物持ちとかそういうの物を大切にするしないってもうだいぶ変わってくると思うんですよ。まあ、喋っちゃダメない。もうやめた方がいいですか。喋った方がいいですかね。いや、どう言い訳するんですか。え、言い訳、いや、はい、言い方確かにそれも本当に僕おかしかったと思います。宮迫さんが探している状態。そうですね。うん。それはすいません。何分間か。あれもし車で僕もどこなんだろう宮迫さんどこやっちゃったんだろうと思ってて。どう思えんねん、そんなこと。で、自分が放り込んだのよ、ここに。で、改めて僕もこういろいろこう、あれどこ、宮迫さんどこにやってる可能性があんのかなってやってたら、あれ俺だなと思って。あ、すいません、カバン入れ、あ、すいません、なかったですね。はい。ないよ。カバン入れました。ですね。それを、はい。それは。いや、もっと、あ、カバン入れました。でも普通にこのトーンで言ってる。いや、俺、ほんまです。フリーズや、一回。この人も、何を言ったんだろう、はい、今。はい、カバン、いや、サイドポケット探した。いや、この真ん中のところに掘り込みました。掘り込みましたって言ってました。僕、掘り込みましたって言葉、人生使ったことないです。関西人じゃない。もう掘り込みました的なニュアンスで言いました。え？バッと見て。探してるんだ。鍵と一緒にガシャンなってました。いや、ちょっともう本当にもうな、もう一度言う、二度と俺のものに触るなもう本当に、はい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 、兄貴の答弁の時間。いや答弁、いや、そうです。まあまあ一個そのもう誰でも取れるような状態のところに、うん、大事な鍵とエアポッツをポンって置いてある状態も良くないと思うわけですよ。確かに。いや、それは確かにそうじゃないです。スタジオ内です。はい。ね。スタジオ内の収録状態で、一般の人はいないんです、まずは。で、一番端の場所で、もし撮った人がいればすぐに判明するところで、そんな、盗っ人がいるわけもない場所。楽屋泥棒とか、スタッフさんの身内とかあるわけじゃない。楽屋は人の目がない場所ですから。あれ、スタジオ内の控室が控える場所ですから、あんだけ人の目がある中で、そんなことをしうるわけがない。僕は認識してませんし、別の楽屋なんであれば、僕は自分で持っていきます。ここは大丈夫っていうことを認識して置いているわけなので。でも、現場もういいんじゃないですか無理ですって。ちょっと今日僕インスタライブします。ちょっと答弁インスタライブを今日しようかな。いや、無理です。この皆さんちょっと本当に、叱ってあげてください。僕のものだけじゃない、自分のものも本当に、先ほどもね、はい、黙って、ここに、今、自分で気づいて、クーラーのリモコン、戻したでしょ？クーラーのリモコン？それも気づいてないですか？もう全く意識してます。この、ソファーの隙間の後ろの方に、クーラーのリモコンが落ち込んでるわけです。はい。はい。ね。で、おそらくその、今はもう暑い寒いや、温度も変わりますし、はいはいはい、クーラー使うはずですからあ、これ多分自分では気づかれへんやろうなっていうところに落ちてたから、はい、スッと開って、このソファに置いてたやつ、今、そこないってことは自分でちゃんと定位置に片したわけでしょ？僕がすね。そうや。はい、はい、はい。俺あれやってなかったらお前多分今後寒いとか暑いよ、ずっと。暑いな、寒いな、って言わないといけないんですよ。はいはい、不思議に思わないの、なかったはずのリモコンがそこにポンと置いたってね。俺は気づけよ、思って置いてあげたけど。ああ、ここに置いてくださったのは宮迫さんのことですか。そういうことですよ。ここに落ちていた。その隙間の奥に落ちてた、そのカーテン。あれ見つけられへん。へー。
はいはいはい。あ、じゃあここに置いてあったのが何でか気づいてないってことですよね。そういうことなんですよ。あ、それはマジで気づいてなかった。すいません。普通にここに置いてあったもんだと思って多分、え、僕はここにしまったんですか。もうそれすらも覚えてないですけど。お前さ、わかったわかった。もう、はいはい、訂正するわ。はい、二度と、今からこの、ね、我々チームに関係する大事なものを、触る。触るが管理するな。いやほんまに。まあ、まあもう本当めちゃめちゃ苦手分野です。あ、すいません、あの、これ、自分のものでも。はい。例えば、これ大事なもんだから、その瞬間では思って、これここに置かなきゃとか、あるんですよ。でも、それすらもやっぱ忘れちゃうというか。その、物の管理に関しての、もうその、一人を取ってる感はもう、はいはい、それは本当にもう、すいません。もう、どうですか。嫌いです。だからもう無意識のうちにやっちゃって、それすら覚えてないは、あります。あります、あります。それは本当に申し訳ない。まあ、そうですね。すいません。自分のもんはいいです。自分の責任ですし、はいですねはいはい、ただ、雇用主の大事なもの。もう、だから、わからんで、ね、企業やったら、すっごい、もうとんでもない大事な書類とかを。いや、ぶっちゃけそれでヒヤヒヤしたこともあります。正直、社会人時代に、間近っていうことをやってしまったことあるんですよ。書類系で。宮迫ですチャンネルはリハビリ施設じゃないんですよ。ね。あなたの リハビリのために。あれ最初そんな話じゃなかったっけ？ないない。リハビリのせいやみたいな。ないない。カメラと一緒にリハビリせいやみたいな。ないないない。なかったでしたっけ？もう、いいです。もう16分も喋ってます。もう。いや、でもそれは、物の管理とか人の、そうですね。それはちょっと僕の、とても苦手な部分なんで、基本も触らないように。で触んなきゃいけないときは、ちゃんとまあ意識して。これはもう扱いと。二本立てにしよう。いや、多分一本で。多分、裏坂二本立てやから。後半へ続く。後半へ続くです。え？でも、それがちょっと早い。僕も、はい。まあ、直したいと思ってる自分の嫌いな部分であるので、ただもう、意識することができない人間なんですよ。自分が嫌いやと思ってる以上に、他の人はものすごく嫌いやからな。大嫌い。本当にも、すまれたっても。そうっすね。まあ、というわけで、まだこの撮影あるから、いつまでもあんたの話してられへんねん。わかるでしょ？そうですね。いや、でもちょっと、はい、またちょっと、気を引き締めたくなります。なんで、引き締まるか。ぷよ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 太ってばっかりおって。引き締まるか、そんなの。体先引き締め。体を先引き締め。そうだなぁ。はい。わかりました。ご忠告ありがとうございます。そして、はい、失礼な言動すいませんでした。それは、僕も本当に失礼だったと思います。終わりです。はい。こっからの成長っぷり見ていてください。ファンの皆さんも、気づけば注意してあげてください。はい。もう、ぜひ注意してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、ここでお知らせでございます。7月6日土曜日、サコル会2024名古屋編決定でございます。ありがとうございます。昼公演と夜公演、今回2回公演でございます。苗橋劇場、5月6日月曜日12時からチケット販売しております。皆さん、どしどしお越しください。詳細は概要欄に貼っ付けておきます。よろしくお願いします。